するので、皆さんで真似してやってみましょう。まずはじめに、両足を肩幅程度開いていきます。手をつけて膝を曲げていきましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8。8回終わったら左足から1、2、3、反対も1、2、3、足を揃えていきます。1、2、3、反対1、2、3。3回終わったら左足から1、2、3。足を揃えるときに手も一緒につけましょう。1、3。これが終わったら今度は左足から回っていきます。揃えるときに手も叩きましょう。1、2、3。今からの動きは少し難しくなるので皆さんでゆっくりやっていきましょう。準備運動でも行ったボックスステップを使ってやっていきます。左足から出して右、左、右、この動きを応用して使っていきます。左足を出すときに手も一緒にジャンプしながら下から上にすくい上げていきます。それではやってみましょう。せーの、1、2、3、4、5、6。反対もいけます。2、2、3、4、5、6、7、8。これが終わったら右から手をぐるぐると回していきます。で、1、2、3、1、2、3、4、5、6、7、8。このように動きをしたら今度は足を左、右、左と動かすと同時に手も一緒につけていきます。左、右、前、戻す、前、戻す、また抜きます。2回ずつ行いましょう。この動きが終わったらグーグーパー、グーグーパー、この動きを2回ずつ行っていきます。せーの、グーグーパー、グーグーパー、もう一度グーグーパー、グーグーパー。今度はジャンプをしながら手を動かしていきます。このように動かしていきましょう。カウントに合わせてやっていきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、8で用意していきましょう。今度は手を前にパンチしながら足をキックします。この動きを6回やっていきましょう。
膝を曲げていきましょう。早く2回リズムを取ります。横に移動していきます。ジャンプです。今度は回って手を叩きます。ボックスステップです。手もつけていきます。反対もやっていきましょう。手をぐるぐる回って手を叩きます。横パンチ、上にもパンチしていきます。このバレー2回ジャンプして前で開きます。この場でジャンプです。手は下から上に下げていきます。前にキックしていきましょう。背伸びしていきます。横に移動です。ジャンプ回って手を倒します。ボックスステップです。反対もやっていきましょう。手をぐるぐる回して手を叩きます。横パンチ、上にもパンチです。このバレに回転して前に叩きます。2回深呼吸していきましょう。最後はポーズです。いかがでしたか？全身を大きく動かして周りに気をつけながら踊りましょう。まだまだ長い休みが続きますが、毎日体を動かして手洗いうがいを忘れずに元気に過ごしましょう。次回は高学年向けのダンスをご紹介します。お楽しみに。